広島の大山です。早速ですが皆さんに88件チャレンジに挑戦していただきます。88件チャレンジとは、ピアノの鍵盤の低い方から高い方へ順番に弾いていって、そのタイムを競うチャレンジです。ゴールデンウィークは何をしようかなとか、家の中でゴロゴロとか、そんなことをしてる場合じゃありません。ピアノを今習っている子供さん、そのお父さんお母さんでも結構です。あとおじいちゃんおばあちゃん、友人知人、親戚演者、強いて参加条件とするならば、88件あるピアノ、電子ピアノで最初から最後まで弾き切っていただくと、もうそれが全てでございます。それでは皆さんの挑戦をお待ちしています。せーの。No.